東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の畠、対するベイスターズの先発は左の浜口、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の畠、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは音坂。投げた、あっと引っ掛けた、一、二塁間への当たり、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ソト、第4球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、チェンジアップはボール。第7球はストレートはボール、内角へ投げました、打ったいい当たりだ、クリーンヒット。打球が転がっている、センターからセカンドへ、外、ツーベースヒット。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターはロペス。ネクストバッターサークルには筒香、投げました、打った、ショートバウンド、一塁へ送る。坂本、軽快な守備を見せました。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。次は5球目、バッターの足元、第6球を投げた、空振り三振。リプレイをご覧ください。ジャイアンツ、この回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。ジャイアンツ、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは宮崎、投げた、見送ってボール。次は5球目、投げた、打ちました、レフトへ行った、ヒット、レフト前ヒットになった。宮崎、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。さあ、5球は5球目、カットボール、見逃し三振、外側いっぱいに決まった。バッターは7番山田、第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ボール、投げました、打ちました、ヒット、ボールが転がる。宮崎、三塁を狙う、大和、ツーベースヒットを放ちました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。投げました、打った、ショートライナー、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第3球は外れたボール。第4球を投げました、見送ってボール。次は5球目、ストライク。さあ、6球目、打った、アルボール。第7球を投げました、外れました、フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。第4球を投げました、アウトロー、チェンジアップ外れてボール。次は5球目、低め、空振り三振。先ほどのプレーです。ジャイアンツ、この回ツーアウト満塁のピンチでしたが、後続をピシャッと抑えました。2回の表が終わって0対0、ジャイアンツ。ベイスターズ、この回は2番からの好打順、トップバッターは外、投げた、アウトローの直球はボール。第5球投げた、引っ張った、マギー、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。投球、これから4球目、直球ストライク、伸びのあるストレート、投げた、見送ってストライク。さあ、6球目、結局フォアボール。際どいところでしたがフォアボールです。バッターは4番筒香、今日の第1打席はスイングアウト。第5球投げた、内角際どい球、ボール。第6球は結局外れてフォアボール。この回2人目のフォアボールです。第1球投げた、初球空振り、いきなり151キロ。第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。投げました、打った、ショートゴロ、ゲッツーになるか、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。3回の表が終わって2対0、
ジャイアンツ2点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは佐野。投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げた、インコース、見逃し三振。右バッターボックスは7番山、今日2度目のバッターボックス。投げた、ボール。第4球を投げた、インコース低め、ストライク。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第2球まっすぐ見送ってストライク。投げた、スライダー空振り、少し迷ったか。投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。畑、この回見事な投球でした。4回の表が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは伊藤、最初の打ちました、引っ掛けた、ファウルグラウンド、キャッチしています。第1球1球目ストレート空振り。第2球投げました、スライダー、ボール。投げました、見送ってストライク、伸びのあるストレート。投げました、ボール。内角低め投げました、打ちました、ファール。第6球を投げた、打ちました。第7球を投げた、内角ボール球打った、ショートバウンド取った。マギーうまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。投げた、直球空振り、タイミング合いません。投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。5回の表が終わって2対0、ジャイアンツ2点リード。ゲームは後半に入ります。トップバッターはロペス、今日はショートゴロとフォアボール。投げた、ボール。外角低め。第4球を投げました、ボール。投げました、胸元へ詰まって決まって、見逃し三振。レフト筒も。第4球を投げました、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが、紙取りました。これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番宮崎、今日3打席目。投げました、打った、痛烈な当たり、セカンド右、アウト、3アウトチェンジ。畑、見事ベイスターズ打線を抑え切りました。6回の表が終わって4対0、ジャイアンツ4点リードは変わりません。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは佐野、ここまで2打席連続三振。第3球を投げました、スライダー、ボール。アウトローへ投げた、見送ってストライク、1球見送りました。投げた、インサイド見送ってストライク。投げた、打った、流し打ち、ヒット。佐野、一気に二塁へ、バッターランナー二塁でストップ。佐野、いいバッティングを見せました。ジャイアンツ、ここはマウンドに警戒します。得意のストレート、空振り三振。ジャイアンツ見事勝利です。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対2、ジャイアンツ勝ちました。勝利投手は畑、敗戦投手は浜口、そして西武は沢村。ジャイアンツ、今日はいい戦いを見せてくれました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。